天気ですわ。ちょっとね、釣りのポイントを探しに今日はちょっとうろうろしてるんですわ。釣りしたいなと思ってね。どうよ。ここらもええな。おい、どうよ。ほいでも暑いわな。こんな炎天下で釣りしてたら日焼けしてまうやん。お、なんだ。家やで。え、誰の家よ。え、あー、なんとまあよ。え、こんにちは。こんにちは、お留守ですか。外出しちゃうな。誰か猫家作っちゃっちゃうんやな。外出中じゃみんな。どんな住人が住んでるんや。マジかい。猫捨てに来んやろな。それ見た人でかわいそうやなと思った人が家作ってたまに餌あげに来るんやろな。天気、あれなんな。みんな見える？あそこクーラーボックスみたいなの一個ポツンとあんやけど。え、周り誰もいてないで。俺クーラーボックスやろ。なんなあれ。怪しい忘れ物やな。気になるな。事件か。え、あ、もう一個あるの。あの橋の下なんか浮き袋みたいな。俺あの橋の下、あ、オレンジのやつ。こら、一回向こう岸行って確かめてこうか。事件かもわからんな。え、どうよ。俺なんか浮き袋みたいなやつやね。今から向かいますわ。さあ、岸向かいに来ました。この辺りなんですわ。ないな。なんやろな、クーラーボックスみたいやったでな。周りに誰もいてないんよ。あ、あった。あれですわ、みんな。
これがね、向こうの岸から見えてたやつですわ。どうよ、まさかな。切り刻まれた死体とか入ってないわな。もう一個さっき見えてた場所行ってみようか。ええ、あの橋の下あたりですわ。このあたりですわ。あ、見えた。浮き袋みたいなやつ。これどうよ。このあたり誰もいてないんやで。え？俺どうよ、みんな。え？水中メガネにシュノーケル。100個い。え、まさかさっきのクーラーボックスと関係あるんかな。え、溺れて死んだとかちゃうがな、そんなん。え、どうよこれ。こんなんほいでもな、忘れて犬っておかしわな。なんか事故で救急車とかで運ばれて、その後の状況とかわからんな。現場からは以上です。え、一旦帰ったんやけど、ちょっと気になってね、戻ってきたんですわ。警察に通報しといた方がええんかなと思って。え、ないやん。あれ、ない。え、嘘やろ。ないで、みんな。ちょっとクーラーボックスを見てくるわ。ここやったか。あれ、クーラーボックスない。え、あれ、あれ、クーラーボックスない。うっせやろ。うわ、ないわ。
まにないわ。クーラーボックスとさっきの浮き袋みたいなやつ。え、やっぱり誰か飛んできたんか。綺麗に持って帰っちゃうな。どうよそれ。もう帰りますわ。ないさかよかった。事故じゃなかったっちゅうことやな。